ふと気づくと溢れる僕らを、こんな闇前も後ろももう分からず不安になる。出口を求めて必死にもがくけど、なかなか抜け出せず見えなくなってく。頭では太刀打ちできない長い夜も、体には立ち向かえるよう覚えさせてる分、たとえ目を閉じてもここに光があるなら見えるよ。何をしたいかは、暗くても前が見えなくてもきっと照らせるはずだから、今ここから見えなくなることに照明を通して、ね、それでも光ってたいなら体揺らして、ね、照らされても照らされなくてもここには自分からは輝くものたちが、もともと光なんてあったらない、その場所で人知れず繰り返し合ってきたよ。少しの間見えづらくなると思うけど、僕らは大丈夫、目を閉じても逆さには落ちていかないよって声に出して、誰かがうずくまるならこの手をつないでいいよ。一人じゃ不安なら一緒にいてあげるから、笑って悪くはならない。